はい、こんにちは、トップガンドイクです、えーまあ。今日はですね、まああのー、大人の方でよくいらっしゃるんですけど、年、まあ、だから覚えられないとかね、年だから勉強できないとか、まあ、そういった方に対する動画になります。えーまあ、こういう英語教室というか、まああのーまあ、塾もそうなんですけど、えー、中高生までは、例えばね、おい、ジやれよ、お前もっととかね。 まあ結構厳しいこと言われると思うんですけど、もう大学生以上になると、まあ英語、英会話教室とか、まあトイックの教室、コーチングにしてもですね、もうこれお客さんになっちゃうんですよね。なので途端に何々さんみたいな感じでね、なっちゃうので、まあ講師の方もやっぱりクレームを恐れてですね、厳しいこと言えなくなるわけですよ。ね。まあなのでこの動画ではね、言いにくいこともしっかりね、言っていこうと思います。えー、まあ順番にね、言っていきますけども、 まずね、そういう方に言いたいのが、じゃあね、あの中高生の時にあなたはむちゃくちゃ勉強したんですかっていうことですね。これ意外と全然勉強してない人がそういうこと言ってたりします。実際ね、あの大して覚えてないのに若い頃ね、あの年だから覚えられないという方もいますので、まあちょっとそれは違うのかなという気がします。 えー、でですね、あのー、まあ、難関資格ってあるじゃないですか。弁護士とか会計士とかね。まあ、そういった資格の1回です。その、そういった資格の最、最年長合格者っていうのを1回ね、グーグル検索して見てほしいんですよね、えーまあ。ちなみに弁護士は71歳、会計士62歳、えー、通訳案内士、これ、まあ、語学の国家資格ですよね。まあ、イ育なんかより全然難しいです。これ79歳です。 で、その他のね、まあ、宅建とかいろいろあるじゃないですか、便利士とかね。まあ、調べればわかりますけど、もう60代、70代はゴロゴロいます。ね。まあ、なので、あの、よくトイックで、えー、まあ、もう、年だからできないっていう人って4、50代が多いんですよ。ね。なんで、こういう6、70代に比べれば、まだまだ全然できます。ね。で、仕事がまともにできれば大丈夫なはずなんですよ。 例えば仕事をやっていてもなんか物忘れがひどくすぎてねトラブルばっかり起こしてるそれはもうちょっと、えー、微妙だと思うんですけどまあ仕事がまともにできてるつまり別に物忘れもしないとかまあそういうことであれば全然大丈夫だと思います、まあ、要はやる気次第ってことですよねで私も40代でえーまあ当育の談合1ヶ月で1600覚えましたえー、もうこれは本当にその辺の受験生ね 大学受験者の中でも全然ハイペースで覚えれてますので、まあ全然いけるのかなと思います。で特に大人の方はやっぱりお酒ですよね。お酒が大敵だと思います。まあ、私はね、やっぱりもう酒立ちをしましたね。徹底的に。はい。まああの、中高生で酒飲まないじゃないですか。まあだから強いと思うんですよね。 はい。まあ、そんな形になりますので、ええー、まあ、全然、まあ、特にね、四、五十代であれば全然できると私は思いますので、まあ、ぜひね、あの、まあ、たかがトイックですよ。弁護士とかね、そういうのに比べれば。しかも、あの、二百点から九百目指すわけじゃないと思うんですよね。まあ、せいぜい五百から七百とか、六百から八百とか、まあ、そのぐらいのレベルであれば全然、 まあこんな弁護士とかそういうのに比べればですね、もう10分の1どころか多分20分の1ぐらいの労力だと思いますので、まあ、ぜひねあの、頑張っていただければと思います。はい、今日は以上になります。どうもありがとうございました。